連弾、雨の日も風の日も雪の日も鴨上敏夫とともにこの選挙戦を戦ってくださっているデヴィ夫人ことデヴィスカルノさん、デヴィ夫人ことデヴィスカルノさんからのメッセージです。お願いいたします。どうも、十条の皆さん、こんにちは。寒い中立って聞いていただいて本当にありがとうございます。今鴨上さんからいろいろお話を聞いて、もう都知事には鴨上さんしかいないっていうことがよくお分かりになったことだと思います。それではですね、私がじゃあなぜ鴨上さんを応援するのか聞いていただきたいと思います。私は皆さんもご存知のように40年間外国に住んでいて、今から12、3年前に帰ってきました。そして大変驚きました。私が生まれ育った日本、そして日本の方々の変わりように本当にカルチャルショックを受けました。まず教育の低下ですね。日本が戦後世界で一番先に復興しました。それは日本の大変高い教育です。世界一だったんです、日本の教育は。それが今世界で14番目、韓国より下です。これ事実ですね。こんな日本にいつの間になってしまったのか。日本の政治家が悪いですね。そしてモラルのなさ。私が一番心を痛めたのは、生みの母親が我が子を虐待死する、こんなね非道な人間の数ね、そんなことをする人たちが日本の女性、これはね私本当に驚きました。日本人って病んでいるのか、どうしたんだ、本当にびっくりしました。そして雑誌を広げればですよ、最後の7ページ8ページ全部占い師の広告宣伝ばっかりです。日本の人たちってこんなに迷ってるの、日本の人たちってこんなに自信ない人たちばっかりなのかしら。だから変なカルト集団ができたり、おかしなね新興宗教ができたり、ひどいね殺人事件がもう頻発して起きる。もう本当に情けないです。本当にね、日本の変わりように私はね帰ってきてびっくりしました。そしてですよ、中国や韓国に靖国神社参拝のことをとやかく言われてね、すぐに反論できる政治家も外務省の人間も一人もいないんですよ。とんでもないことです。なんで彼たちにあれこれあれこれ言わせとくんですか。もう戦後69年も経ってるのにしつっこくね、何言わせてるんですか。内政干渉はするなって言える、ね、政治家がいないんですよ日本には。そんな日本であっちゃいけません。日本はね変わらなきゃならない、立ち直らなきゃならない、変わらなきゃならないんですよ。それができるのは鴨上さんしかいません。私は本当に日本のことを心配して日本の未来を危惧していました。なんとかならなきゃならない。そして鴨上さんに会いました。もう本当意気投合しました。この方しか都知事になる資格の人はいません。他の人はですね、他の候補者はとやかくいいこと言いますよ。でもね、具体的にどうするこうするって鴨上さんのように言える方は一人もいませんし、実行力なんかないです。あの人たちは頼りなんかならないです。細川さん見てください。過去20年間登記ばっかり作ってた方ですよ。公職から離れて、しかも離れた時ね、佐川急便の1億円のスキャンダル、自分だけ位置抜けたって、たった9ヶ月に首相やらないで辞めちゃったじゃないですか。また都知事になって同じようなこと起きるかもしれないです。こんなことを都知事にさせることはできません、こんな人。そして宇都宮さん、何が人権派弁護士ですか。加害者の味方ばっかりしてるじゃないですか。被害者のこと全然わかんないじゃないですか、この人。そしてね、新中国、新韓国、日本の国旗大嫌い、
日本の国家も卑劣して歌わない共産党ですよ。こんな人都知事にしちゃダメです。皆さん、まだ新韓国もう一方います、舛添さんね、この方ね自民党だったんですよ。自分を支えてくれて大臣にまでしてくれた自民党ですよが野党になった時もう足蹴にするような形で自民党が離党したじゃないですか。この人選びり者ですよ。平気でね自分の主治主張ね政治をね簡単に変える人、こんな人をね都知事にすることできません。そして彼はね5人子供もいます、お子さん。そのうち3人はね婚外子ですよね。そして認知だ養育費だで揉めてますね。今ね係争中のケースもあります。女性の敵です、この人。この人がですね女性問題だ老人対策だ何話してるんですか。ちゃんちゃらおかしいです。他にも政策として主義として立派な国家感を持たれた、玉上さんが今お話しなさいましたよね。他の3人の候補者と違う点を皆様もきっと脳裏に刻み込まれていると思います。もう玉上さんしかいません。そして皆さん戦争の罪悪感から抜け出てください。そして食材に追われないでください。皆さん日本人として大和民族としての誇りと自信を持ってください。そして日本に威厳を取り戻しましょうね。いいですか。なんで玉上さんのような方がね日本は侵略国家でなかったって言ったらなんで国会に喚問されて自衛隊の航空幕僚長を辞任しなきゃならないんですか。そんな日本だっていいんでしょうか、ね、日本がこんなになってしまった、日本人がこんなになってしまったのは日本の日競争が悪いって言った山中国土交通大臣、この方もまた、ね、国会に喚問されて国土交通大臣を辞任しなきゃならない。こんな日本だっていいんでしょうか。いいですか。中国の尖閣諸島で中国の漁船の方が日本の海上保安庁の船にぶつかってきたんだって言って一色さんがその動画を YouTube に流したらこの一色さんもクビになる。そんなね日本であっていいんですか。いけません。日本はね変わらなきゃならないです。皆さん歴史をね考えてください。地球上に人類が存在した時から強者が弱者を襲う、そして略奪する、ね、そして中世はもうね歴史自身がもう戦争戦争戦争の繰り返し、歴史そのものが戦争なんですよ。いいですか。でも戦後6年経ったあとあの凱旋将軍だったマッカーサー元帥がアメリカの上院外交軍事委員会でこう言ってます。日本には固有の産物が一つもなく原料が著しく欠如している。だから日本が戦争に突入したのは原料の、資源の獲得のためと安全保障のためだったってマッカーサー元帥がそう言ってるんです。自存自衛のための戦争だったって、侵略だって言ってませんね。皆さんもう誇らしく日本の国旗を掲げましょう。ニューヨーク行ってください。休日でも祭日でもないのにアメリカの国旗だらけです。ニューヨーク、日本は休日でも祭日でもね国旗を上げるね、ないコンプレックス塊みたいな、そんなんで昔私の生まれ育った日本は、ね、各家に国旗がありました。みんな起立して国歌を歌いましたね。そんなね日本にはねダメです。私たち日本を取り戻さなきゃいけないです。それができるのは玉上さんしかいません。皆さん、そしてあの戦争で
ね、村上談話が、ね、あたかも日本の歴史認識のように捉えてますから、こんな村山談話なんていうのはもうやめましょう。いいですか、あの戦争のおかげで350年間続いた植民地主義に終止符を打ったんですよ。スタロ大統領は13年間東北にあってました。日本軍に救出されて、ね、8月17日独立宣言を成し遂げたんですよ。日本様様です、インドネシアは。その後2年後にフィリピンが独立しました。そしてカンボジア、ラオス、ベトナム、マレーシア、シンガポール、パキスタン、インドも独立できたの日本のおかげです。何が慰安婦の問題ですか、ね、今新しい NHK の会長が、ね、日韓基本条約というものを結んで国際的にそんな問題とっくに解決している。たくさんの戦争賠償金も払って終わっている、ね、こういうことをですね、どんどん日本の政治家や、ね、日本の外務省の人間が韓国がとやかく言ってきたら、どんともうね反論しなきゃいけないんですよ。それ全然しないんですよ。だからね、今国際的に日本が悪い国だ、日本人は悪い国、人間だってずっと誤解されっぱなしです。でも玉上さんだったら東京から反論して発信してくれます。玉上さんか頼る人いません。その玉上さんは日本の政党、大きな組織、創価学会の力何にも持ってません。皆さん一人一人の支えが必要なんです。だから皆さん今日ご家族に、友人に、知人に喋って、玉上さんしか都知事はいない、日本を変えられるのは東京から玉上さんだけと言って、ぜひ玉上さんを当選させてください。お願いします。ぜひぜひ、ありがとうございます。日本人が日本を取り戻すためにも、都知事には玉上俊夫しかいないと熱いエールを送っていただきました。ぜひぜひ本当にどうもありがとうございました。